久保さん、120万の理由とかにしときましょうか。僕の今運営している塾はですね、120万でございます。<laughs> 本コースね。まあ,あの、売りづらいので、120万はね。まあ、これはビジネス的に言うのも売りづらいので。なので、えっと、他のコースも用意してます。で、去年からあのトライアルコースもオープンしまして。で、まあ、最初トライアルコース開いてもらって、試してもらって、本気の人は、まあ、アップグレードしていくみたいな流れにしたんですよ。 でそもそもこの120万にした理由っていうのはあのやっぱね僕もいろいろやってるんですけどやっぱ本気でビジネス勉強したいっていう人じゃないと結局あんま結果出ないですよねうーんだからその久保さんが言う通り僕たちっていうのはあの何千万の教育費を受けて今じゃないですかうーん まあ、ネット上にはね、いろんなキャッチコピーがあふれてるので、あのー、まあ僕も最初はそうでしたよ。僕も最初はそうだったんで、気持ちはわかるんですよ。気持ちはわかるし、売りづらいんですよ。その気持ちがわかるからね。でも売りづらいけど、売りたいんですよ。うん、本気の人にね。本気の人に本気の価格。本気の価格ではもっと高くしてもいいんですけどね。大学の4年間、国立でも300万ぐらいですか授業料。高校、高校私立だったら300万ぐらいですか ?200 万ぐらいですか わかんないですけど、まあ、何百万単位なわけじゃないですかうんだからそこはあんまり見てないんですよね僕もお金と時間かけてきて、まあ、僕の場合はラッキーだったんで会社でなんだ共済とか買ってたりとかあの合宿とかにも参加してましたけども僕もお金何百万使って時間も使ってきましたようん0円であのー 成功、ネットで稼ぎたいっていうのは、あの、できないことはないですよ。できないことはないんだけども、うん、難しいですね。非常に。うん。そう。結論言ってしまうと、0円で稼げる人っていうのは、もうビジネスできる人なんですよ。要は受信力があるし、0円の情報でも受け取れるし。うん。だけど、初心者の人は、0円の情報から、 その吸収できないんですよねあんまりうんもし吸収してガンガン行動してるんだったら成功してるはずなんですよもう稼いでるはずなんですようんだからその何すかねひ、まあ、一言で言うと、まあ、昭和っぽくなりますけど自分の人生変えるためにどれぐらい貼れるのかっていうその気合度胸ですね、うん、それが試されてる、まあ、ビジネスの最初のスタートとして試されてるっていうところなんですよね うん、でも久保さんはその最初の一手ですよね度胸を試されて、まあ、当時30万か40万ぐらいだったと思いますけどあのクレジットカード2枚でね入ってね、うん、で今となってはただ当然になりましたけど、うん、なんかね本気度を測る上で価格を上げた方がまあ分かりやすいんですよねうん 本気じゃないとやっぱその価格払わないんでただビジネス的にはやっぱ売りづらいっちゃ売りづらいのでまあそれは僕もあの試行錯誤してね違うコースも用意しましたけどうん多分久保さんの速可塾が後払いなしだったら多分少ないと思いますよ人数はうんまあ入る人は入りますけども多分入り口が狭くなるのであのこれ売りづらくなるっていうね話なんですね やっぱねその精神的な売ってる行為は違うんだけどお客さんの心理は変わるんですよね売り手としては100円売ろうが100万売ろうが1億売ろうが売ってる行為は変わんないんだけどお客さんのその心理が変わるんですよね100円の商品を買う時の心理と100万円の商品を買う時の心理はやっぱ違うので、うん、そのおも,ちゃおもちゃの家を買う心理と本物の何千万の家を買う時の心理は違うだろうし。 なんかやっぱ晴れるか晴れないかって結構大事だと思いますよ。うん。まあ勝負、まあビジネスって勝負じゃないですか。ライバルとこう勝負していくっていう。仲良しごっこじゃないんでビジネスは。うん。常にその勝負、戦争みたいなもんなんですよ。うん。仲良しごっこだったらそもそも資本、あの全部のサービスが、ね、仲良しごっこですから、全部のサービスの価格が一緒だし、フェラーリも100万円とかね。そう。ね、なんでお前だけ高けんだみたいな。 仲良し同盟みたいな、全部一緒みたいな。ではないじゃないですか。価格差もあるし、サービスの差もあるし、で、そ,その差で選ばれるか選ばれないかが決まるし、高くても選ばれるのか選ばれないのか、安いから選ばれるのか選ばれない、安くても選ばれないのかっていうところだったりと。まあ、最初の一歩、最初の一歩っいうのが結構、どういう気持ちでそれを払うのかっていうのは結構大事ですよね。 うん、多分ねまあね結構億万長者合宿のやり取りでも結構話題出しますけども億万長者合宿に参加したらいくらでもお金後から払いますよと億万長者になれるんだったらいくらでも払いますよっていう方は多分もうあ無理なんですよ、うん絶,対おま、絶対ではないかもしれないですけど9割は億万長者にはなれないですねまあこれを言い換えると 起業してイーロンマスクになれるんだったら、その起業塾に入ってね、イーロンマスクになれる、世界の大富豪になれるんだったら、1兆円でも払いますよっていう大きいセリフで言うならばそういうことじゃないですか。あ、その起業塾に入ったらイーロンマスクになれるんですかと。なれるんだったら1兆円でも払いますよと。なれるんですかみたいな、ね、<laughs> そんな形で起業してる人いないですからね、多分。うーん。 だから多くの人はサラリーマンの生活を歩みますけども自分で起業して保証もない何もない不安もある、うん、いろんな葛藤あるあの辛いこともある大変なこともあるそれでも起業してこうビジネスを成長させていく、うん、そういう人たちっていうのは、うん、そんな保証のない中でやってますからね。 だからビジネス、だから久保さんもいろんな方に教えてると思うんですけど、やっぱ教えたい人って、やっぱやる気ある人じゃないですか <laughs>。やる気ない人が入ると、モチベーションアップ大変なんですよね。本来だったらですよ本。本来だったらテクニカルを教えてね、教えたいわけじゃないですか。自分が今までやってきたテクニカル的なところを教えたいわけなんだけど、その行動ができないとかね、その土台がないというかマインドもなければ、結局テクニカルを教えても行動しないので。 うん、だって億万長者合宿の本編なんかは完全テクニカルですよね。まあ、集客がない、集客できませんっていうのが結構大きな悩みなわけじゃないですか。で、久保さんのライブであの商品、あの自分アピールできますよと。だ新聞まあ、今日ね、新聞、ちょっと車のディーラー行ってきたんですけど、新聞見てきたんですけど。 普通のビジネスって、まあ、新聞だったら、新聞のここら辺に広告をかけてね、うちの商品はこうですよっていうのをアピールする、してるわけですよ。それが有料なのか無料なのかでも、まあ、自分でアピール、自社の商品、サービスをアピールして知ってもらって、で、買ってもらうってことをやってるわけですよね。だけど、そういう場があったのに、誰も、やっぱ、なんですかね、そこでアピールする人はいなかったと思う。ただ聞きに来たっていうね。<laughs> うん。 多分、ね、億万長者合宿が始まる前にもう300本ぐらいやり取りしてたと思うんですけど、まあ本当に申し訳ないですけど、億万長者合宿を主催した僕たちが一番やってるっていうね。前も後も。前も後も。<laughs> 待って億万長者合宿が開催されてもう何年経つんですか何年やり取り続けてるんですかって話で。で、億万長者合宿の本編始まる前も300本ぐらいやってるよって話で。うーん まあ、今後やることは、まあ、僕は、まあ、予定してないんですけども、本当にやるんだったら、やる気ある人。もう300万でも1000万でもいいと思うんですよね。来なくてもいいと思います。本当にそれぐらい貼れる人に、もう、道そんだけやる気があってね、貼れるんだったら教えたいですし、うん。そう、どうせ教えるんだったらそただ、僕と久保さんの違うところは、僕はビジネスで飯食ってるので、 あの教えたい人だけに教えるってなるとやっぱ売り上げの部分が結構難しくなるので <laughs> フロントエンドバックエンドみたいな、まあ、そういう流れを作って売ってかないといけない部分あるんですけどねな久保さんなんかはもう完全にやろうと思えばもうセグメント絶対切れるんですよビジネスで売り上げ1円も上げなくてもあのまあ生活潤ってますっていう状況であるならば別にセールスはするけど全部価格も強気 お客さんも全部選べるってことができるんですよね。だから最終的には僕もそうしたいので、まあ今後ね、もう新しく僕40歳になりましたしあの、違うことをやっていくと。新しい収入の柱を作りに行くっていうのは今年やっていくっていうことですね。うん。だからそれができれば、多分僕の発信の仕方、セールスの仕方もだいぶ変わるのかなとは思いますけどね。もう本当に全部の商品、あの、審査制とかね。<laughs> うん。 そうまあまあこの10年で,で僕もだいぶ変わるだろうし変わっていかないといけないし、うん、まあなんだろうかけられる時間もパワーもやっぱなんだ有限なんですよ。うん、だからそのかけられる時間とかけられるパワーも有限なんで誰にそれを注いでいくのかっていうとやる気がある人やる気がない人やる気がある人にパワーを注ぎたいし。うん